アルコ RS-1 は、車軸配置 BB の電気式ディーゼル機関車である。製造名義は、アルコ GE であり、車体はアメリカンロコモティブ、電装品はゼネラルエレクトリックが担当した。製造期間は1941年から1960年までの20年間に、及び、北米で最も長い期間製造され続けたディーゼル機関車である。 ロードスイッチャーの講師である。本形式は本来、視線用の多目的機関車として、シカゴロックアイランドパシフィック鉄道の要請により製造された。視線で使用されていた蒸気機関車を淘汰し、運行費を削減するために開発されたもので、1000割きのスイッチャーのフレームを延長し、延長部分に短いフードをつけ、その中に、 客車暖房用の蒸気発生装置を収めたものであった。出力としては、視線用蒸気機関車に両分であり、1両で蒸気機関車2両を置き換えることができた。また、燃料費は7分の1であり、運転にも整備にも要因が少なくて済んだ。当時製造されていたディーゼル機関車は、入れ替え用、長距離旅客列車用。 貨物列車用などと細かく使用目的が設定されていたが本形式はどの用途にも汎用的に使用可能ことからロードスイッチャーというスタイルが生まれたアメリカ国内向けは1951年まで輸出向けは1960年まで製造が続けられた非常に多くの鉄道会社で使用され米軍から譲渡されたアラスカ鉄道の2両は 体幹装備として1947年にインターナショナルレールウェイカーエキップメントマニュファクチャリングにより外装を装着し、それぞれキャブユニットの A ユニット B ユニットのような外観に改造された。同様に7両がプージェットサウンドドレッジカンパニーオブシアトルにより A ユニットタイプ3両、B ユニットタイプ4両に改造された。本形式の米軍向け緑同軸車。 RSD-1。先術の通り、最初期に製造された13両は、本来、RI 等5つの鉄道会社へ、納入予定で1941年には、完成していた。しかし、すでに第二次世界大戦が始まっており、それらの車両は、アメリカ陸軍の要請から台車を2同軸から3、同軸に変更した、RSD-1 となり、 米軍に収められた。さらに、同仕様のものが144両発注され、それらはイラン従官鉄道へと送られた。その間、民間鉄道会社向けの製造は停止され、5つの鉄道会社は製造が再開される1943年まで納入を待たねばならなかった。上述 RSD-1 のほか 1> a 1 a 1 a 台車を装備した RSC-1 がある。ありがとうございます。